が自分の思い通りに作ったその村を Nintendo 3DS の通信機能を使ってこれまでとはちょっと違う形で他のプレイヤーにも見てもらうことができるようになりました。商店街にある夢見の館ではインターネットを介して自分の村を他の人に公開したり他の人が公開している様々な村を見学することができるようになっています。夢の世界で他のプレイヤーの村に遊びに行くという設定なのでインターネットで広く公開して見知らぬ人が遊びに来てもあくまで夢の中での出来事なので実際に自分の村がめちゃめちゃにされてしまうという心配はありません。発売日の11月8日には夢見の館で見学できる村任天堂村をオープンします。ここでは任天堂の世界観で作り上げた村を見学したり任天堂のゲームに出てくるキャラクターにちなんだマイデザインを受け取ることができますのでぜひ遊びに来てください。さて先日の飛び出せ動物の森ダイレクトでは人気キャラクタートタケケが DJ で